15時半なんですけれども、あと1時間後の16時40分から、成田空港から、メキシコシティ空港に向けて出発をします。それでは行ってまいります。今回の大会から2024年のパリオリンピックに向けた戦いがすでに始まろうとしています。一つでも上の順位でゴールできるように頑張りますので、どうか皆さん応援をよろしくお願いいたします。